どうも、ゆっくりマリサだぜ。この動画シリーズでは海外 Q&A サイトに投稿された気になる Q&A を紹介していくぜ。ということで、今回はこの質問から紹介していくぜ。目覚まし時計が発明される前ってどうやって時間通りに起きていたの？目覚まし時計が発明される前は日が昇ったら起きて、日が沈んだら寝ていたから正確な時間に起きる必要がなかったと予想している人も多いと思うが、いくつか気になる回答があったから紹介していくぜ。まずはこの回答から紹介していくぜ。私はこの質問に答えるのにふさわしい経験があると思います。私は5歳の時、家族数百万人のカンボジア人と共に都市から遠く離れた田舎へ疎開しました。私たちは文字通り1500年前の人々の生活様式を送っていました。つまり時計もエンジンも電気も水道も近代医療もありませんでした。私たちが持っていた道具は斧、鋤、マチェテ、ナイフ、牛車、そして牛や水牛のような家畜だけでした。質問に答えると、一つ目は生活リズムです。生活リズムを乱す人工的な光がなかったため、数週間後には時間通りに起きるようになりました。そして空を見たり、周囲の動物の行動を観察したり、匂いを嗅いだりすることで正確に時間を知ることができるようになりました。朝や夕方、近所のパン屋が決まった時間にパンを焼くように、特定の草や花は正確な時間に香りを放ちます。二つ目は、鶏や猿のような動物です。動物は、一日の特定の時間にたくさんの鳴き声を上げます。三つ目は、村の鐘です。おそらく村の長老によって管理されていたのでしょう。そして四つ目は、もしあなたが外で寝ていたら、夜明け前が一日の中で最も寒く感じて目覚めるでしょう。ということで、最初に紹介したのは、ポルポト政権下のカンボジアで生活していた人の回答だぜ。文明が全く発展していない時代の人が、どのように時間通りに起きて、どのように時間を知っていたのかがわかる、とても貴重な実体験による回答だったな。では、次に最も賛成票を集めた回答を紹介するぜ。現代の目覚まし時計が発明される以前の7つの起床方法を紹介する。一つ目は、膀胱のコントロール。古代の人々は、夜明け前に目覚める必要がある場合はたくさんの水を飲んでいたんだ。二つ目は、クレプシドラ、水時計。水時計は、初期の文明で何千年も使用されてきた。時計というよりは砂時計と同じタイマーだが、一定の推移になると音が鳴るようにしていたんだ。三つ目は、礼拝堂の鐘。多くの初期のキリスト教社会では、朝の祈りに信者を呼び集めるために、鐘が鳴らされた。この鐘は、人々が時計を身につける以前に、一日の時間経過を知らせる役割も果たしていたんだ。四つ目は、ペグ時計。ペグ時計は、1555年頃、タキアル人ムハンマド・イブン・マルーフによって発明されたもので、時計の表面の穴にペグを差し込むことで、任意の時間に音を鳴らせたんだ。五つ目は、ノッカーアップだ。産業革命の時代になると、ノッカーアップと呼ばれる職業の人が登場した。ノッカーアップは、先端にワイヤーやノブを取り付けた長い棒を使って、客が望む時間にドアをノックして起こしていた。客は事前に口頭で約束したり、ドアや窓に希望の時間を書くことで起こしてもらえ、週に数ペンスの料金で、絶対に目覚めるまで離れないことが約束されたんだ。大きな工場では、労働者が時間通りに仕事に就けるように、自前のノッカーアップを雇っていたそうだ。6つ目は、工場のホイッスル。産業革命の初期には、労働者は勤務する工場の近くに住んでいて、工場のホイッスルの音で目覚めていたんだ。この時代になると、仕事は季節に左右されるものではなく、時間単位で区切られるようになって、日の出や鳥のさえずりではなく、工場のホイッスルで起きるようになったんだ。そして7つ目は、リーバイ・ハッチンスの午前4時の目覚まし時計。1787年、ニューハンプシャー州のリーバイ・ハッチンスが初期の目覚まし時計を発明した。
この時計は、シンプルな松の箱に組み込まれた歯車機構がベルを鳴らす仕組みになっていたんだ。ただし、この時計のベルは午前4時にしか鳴らなかった。理由は、ハッチンスが自分のためだけに作ったもので、仕事に起きる必要のある時間だったからだ。ということで最も賛成票を集めた回答だったぜ。ちなみに、他の回答として、この画像のように、ろうそくに釘を差し込んでその場しのぎの目覚ましを使っていた。という回答があったぜ。次は、この質問に関連した質問を紹介するぜ。なんでいつも目覚まし時計が鳴る数分前に目が覚めるの？目覚ましが鳴る数分前に目が覚めた、という経験がある人は少なくないと思うが、数分前に目が覚める理由は確かに気になるな。ということで、この質問の回答を紹介するぜ。多くの人が、目覚まし時計が鳴る前に自然に目が覚めてしまうという経験をしたことがあるでしょう。これは、副腎皮質刺激ホルモンと呼ばれるホルモンが関わっています。何かに対する期待がある場合、体はこのストレス関連のホルモンを分泌し、特定の時間内に特定のことを行うよう促します。目覚ましをセットしている人は、このホルモンの分泌量が多くなります。さらに、この自然に目覚めることは、心理的なストレスも関係しています。目覚ましをかけ慣れている人はストレス指数が高く、複数のアラームを設定することで、慢性的なストレスと疲労に陥ります。睡眠障害、不安、ストレスがあるため、警戒心が目を覚まさせるのです。目覚ましによって目覚めることを繰り返すと、体はアデノシンと呼ばれる化合物を分泌します。アデノシン濃度が上昇すると眠気を感じやすく、より目が覚めにくくなります。そのため、目覚ましを切って数分間また寝ようとしてしまうと、目が覚めた時にはすでに数時間経っていた、ということが起こるのです。これらの問題への対処法として、まずは目覚ましが鳴ったら起きることです。目覚ましが鳴ったら、15分程度、カーテンを開けたり電気をつけたりして体を目覚めさせ、その後しばらくベッドの端に座ってみて、反応が正常だと感じたらゆっくりとベッドから起き上がりましょう。次に、体内時計が固定され自然に目覚められるのなら、目覚まし時計は必要ありません。翌日重要な用事がある場合や、前夜の不安が睡眠に影響している場合にのみ、目覚まし時計を使用するようにしましょう。最後に、アラーム音は穏やかなものにしましょう。うるさくなり響くサイレンのようなアラーム音より、穏やかな音楽の方が、起きた後に、また眠りにつくことが少なくなります。そのため、穏やかな音楽を設定し、音量をだんだん上げて体を徐々に目覚めさせるのが良いでしょう。ということで、目覚まし時計が鳴る前に目が覚める理由だったぜ。数分二度寝しようとしたら数時間経っていた、ということも目覚ましが関係していたんだな。今回の質問は以上だぜ。それではまた次回、